あなたにとって食べなきゃ人生損するグルメは何ですか？人生損してるって言わせますか？間違いなく言わせられます。ちょっと待って、そうだな、取っちゃダメなの？何何何、半熟の椅子に食べてほしい。取らない取らない。まずはその半熟卵とパスタの麺を絡めて、はい、で本当だ、こんなに半熟なんだ、まろやか。